はい皆さんこんにちは2020年唯一無二効果的合理的学習方法大公開シンプルミニマムの講座ですねこちらの方のガイダンス説明を始めてまいります担当はレック専任講師の寺西と申しますよろしくお願いします えまずですね、えー、お手元の方ですね唯一無二効果的合理的学習方法大公開シンプルミニマム手なり支流の集大成などというものが、えー、レジュメお手元にありますでしょうかそれではそれに沿ってて進めままいります、はいりすはそれではですねまずはそちらの方を見ていただいてということにいたしましょう唯一無二効果的合理的学習方法大公開ということになってます。まあ、ご挨拶をしてましててままあ えー、過去問と同論点の問題が多く出題されれば合格点が上がります卓研試試験はこういう試験なんですねはい。で少なければ合格点は下がるんですということになりますですから過去問を繰り返し学習することが合格への近道ということになりますただうーん講義に出席して知識を得たつもりでもはい。問題に取り組み始めた途端高い壁を感じている人も少なくないんですね まあ過去、えー、ご相談を受けたりする受講生さんの一番多いご相談はこれなんですね、まあ、講義を聞いてる時は分かったと思うんだけど、えー、問問題題を解解いいてみると問題が解けない、まあ、そこにですね特に、えーまあ、講座の、まあ、この、えー、週一合格講座と呼ばれるシンプルミニマムの、まあ、いわゆる目的っていうかねそこをなんとかしよう。 ということなんですね。で、そこでえー、っとまあ、講義ではですね、何を理解することが合格に直結するのか、基本基礎となる知識を明確に皆さんに示してまいります。で、次に問題をどう読み取り、知識を当てはめ、問題処理の手順を身につけるかを示して、難問疑問に惑わされないレベルにまで引き上げます。そして、えー、クラス。 シンプルミニマムクラスの受講生を合格までの最短ルートに導きます。で、次にですね。今度は現在の宅建試験の難易度っていうのがございます。で、こちらの方を見ていただいて、現在の宅建試験の難易度なんですが、っていうことでですね。まずははい。宅建試験のような宅建士試験のような国家資格も登山と同じです。最初にするべきは登るべき山の正確な標高。 特徴を知り知っていただいて、えー、正確な地図とコンパスいわゆる教材ですね、えー、こういったもの、えーまあ、テキストであったりそれから、うん、レジュメこういったもので、えー、をご用意いただくとこちらこのことはもちろんこちらでご用意はいたしますがっていうことですね。で経験豊富なガイド山登りでいうとガイドつまり、えー、し試験においては講師を用意する。 とということですねで登山をする際最初にまあ皆さんも標高を確認しますよね。はいで例えばですね、えー、800m 標高 800m だと思って、まあえー、登山を始めてから思っていたよりも標高が高い、まあ、例えば 1,500m、えー、あった、ね、ということになると最悪の場合遭難してしまいます。ですのでですすのね うんまあ、いわゆる試験ででいううとと挫折っていうことになるんですねで近年の達見試験というのは近年の達見試験はですねいわゆるですね、えー、問題読み取りの難化問題テーマが何を聞いているのかあ多年度受講生の増加あその人たちも含めた母数の中で大体いい上位12%から15%に入ることがそれほど容易でないことはご理解いただけると思います。 でここで老婆心ながら一点もう一点ご注意を少ししておきますと魔、えー、の不合格ゾーンと呼ばれるものがございますだいたいですね、えー、2019年度の宅研試験の合格点は35点でしたで、えー、30点から34点のいわゆる惜しかったと言われる得点ゾーンにはあくまで寺西の試験ですが受験者の概ねの合格点 えー、要するにここの25%強の約5万5千人程度がこの得点ゾーンに分布していると、まあ、推定できます。はい、で合格者っていうのが、えー、2019年の場合ですね、はいえー、今年の合格点いわゆる、えー、2019年失礼しました2019年の宅建試験の合格点は 35点2018年37点から2点ほど得点は下がっておりますただこのまあ原因は一つは、えー、個数問題と呼ばれる、えー、正しいものいくつあるか誤っているものいくつあるかという問題形式がですねまた2018年が少し減ったんですがまた増えているっていうことこういったことが原因になるかと思います難易度はほとんど変わっていないと2018年2019年 ほとんど難易度変わってませんで2019年は合格点35点合格率が少し上がりまして17%そして合格者が3万7,481名なんです。で皆さんに着目していただきたいことは3万7,481名なんですね。こちらの数字なんです、はい、37, 名というところに着目をしていただきたいんです。 というのは、えー、35点から、えー、50点までが合格点だったわけです。ということはこの16点に3万7千人強の方しかいないわけですね。それに対してたった、えー、30点から34点にほぼ5万人強超の方がおられるということなんです。ですから。 ここのところにたくさんの方が固まっている試験だっていうことも、頭に置いとかれてください。はい、よろしいですかね。じゃあ、そちらの方で魔の不合格ゾーンを突破せようってなってますが、30点から34点はい、ここをどう突破していくかっていうことなんですね。で、ここにはたくさんの方がお,おられますし、ほぼこの方たちが2020年度の試験に積み残されてくるっていうことになります。 要するにこの合格点に数点足りないゾーンは惜しい単数ではなく再チャレンジする多くの受験者が最も落ちりやすい魔、ま、のゾーンということになります。合格者になるには合格者より多数の受験者がひしめいている魔の不合格ゾーンと呼ばれるこの突破する方法論が必要となるわけです。はい、ですからそこのお話をちょっと。 今回は、えー、していいここうというととなんですねもちろんです今年初めて2020年宅球試験初めてチャレンジなさるそういう方も含めてこの話ここからのお話はしっかり聞いていただきたいところではあるわけなんですね。はいそれでは、えー、2ページ目を見ていただくとよろしいかと思います。はい、2ページ目のところを見てていただきましてましずはですね 2番「出るとこオンパレード」合格者はこう理解しこう解いた」なんて書いてます。はいで「講義は、まあ、分かるけど問題が解けない」「この数年間、まあ、私の課題はこの声をどう解決していくか」っていうことでした。合格を目指される皆さんに向けて合格への具体的な方法ですねはいこれを提示したい。 合格を目指される皆さんに向けて合格への具体的な学習方法を提示したいと思います。はい、でまずはですね、えー、問題というものに対して問題が解ける得点するイコール合格ということはどういうことなのか、えー、私自身は以下のように考えました。出題のポイントを極限まで絞ってしかもどの知識をどのように覚えれば良いのかまでを講義内に覚えられるようにします。 実際のポイントを見つけられるようにポイントを見つけ出すための過去問を分析編集し皆さんに解いていただくことにしますポイントを自分で抽出する抽出してあるポイントから丸抜を判断するということができるように過去問を分析編集し徹底的に訓練をしましょうということなんですねはいで学習の前提として実践的手法の提案です 学習と同時に過去問演習を並行してやっていただくことが非常に重要になります。で私はかれこれ30年以上、うん、講師をやっていますが初学者の人に多いのがまあある程度講義を受け知識が完成するまでは過去問演習を行わないというスタイルです。1年で合格するなら講義と並行して過去問演習をしていくしかないのですね。実際に はい、例年の合格者も講義を受けてすぐに過去問演習をするとテキストの理解が深まった過去問演習をすると重要部分のがすぐに分かったという感想を寄せてくれています。でおおむね同時並行のモリットはこの2つの意見に修練されると思います。では合格に直結した勉強方法とはっていうことで、まあ、少し下に図が書かれております。そちらの方も見てていいただいて まあえー、こちらの方はですねまずですね、えー、インプット、まあ、いわゆる知識を得るという作業をと並行してです、ね、基礎的問題をアウトプットで確認をしていく、まあ、過去問を中心にもちろん基礎的、まあ、部分を学習していただくと基礎部分をやりそして問題演習過去問ですね 過去問等をやりそして過去問問以外の問題演習それから、ま、直前期模擬テストこういったところからもう一度、えー、間違えたりしたところに関しては「えー、過去問」そして、えー、それでも分からなければ基本書に戻るっていうね往復の形をとっていただくまず基礎的な内容そして過去問演習模擬テストなどの過去問以外の、ま、演習そしてそれからまた 戻って間違えたり、理解が薄いと、薄かったり。まだ覚えられていないところは、テキストに戻っていく。順次、過去問、テキストと戻っていただく。まあ、こういったことがですね、実践的な、まあ、学習方法と考えております。はい、まあ、そこのところは。学習開始時は出るところをできるだけわかりやすく。そして、勉強が進むにつれてですね。問題演習の量を増やしていくっていうのが、この。 今見ていただいている図になるわけですねはいただこれもですね、えー、これだけではなくまあ種々の、えー、学習方法いろいろまあ実際お伝えしていくわけなんですねですからまずですね、えー、大まかな枠はこういった大枠はこういったところで考えておいていただければ結構なんですはいそれではですね今度は えー、3ページ目なんですね、えー、このガイダンスといいますかね説明を聞いていただいている方講座説明を聞いていただいている方の中でも、えー、当然ですね、えー、初めて学習なさる初学者と、えー、私どもでは呼んでいますがこの方もおられます。それからもう一つ、えー、まあ、えー 2019年度以前に宅見試験を受けたんですが、まあ、残念ながら結果が、まあ、良くなかった、ねえー、そういった場合の方も,そのそういった方も聞いていいいいててただるかと思いますでこちらからはどちらかというと、えー、そちらの方も含めてのお話ということで3ページを見ていただければ結構ですね。で3ページズバリ2020年宅見試験はここが変わる」ということにしました。 えー、そちらの方ちょっと見ていただきましょうズバリ2020年宅建試験はここが変わる民法が改正されました、ね、本改正のまあ本改正の影響する主な分野権利関係まずかっこ1番契約に関する改正まあたくさんあるんですねずら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 たくさんありますで、えー、詐欺というところから債権の譲渡までもちろんこれが全て出題されるわけではありません まあ、例年ですね特に、えー、こういったものが多く出題されるものというのがもちろんあるわけですね。はい大体過去10年間に5回以上出題されて、えーまあ、いわゆる、えー、単独問題で1問もしくはですね正解紙で使われている過去10年間に5回以上単独でその項目が聞かれるかまたは えー、総合的な複合的に聞かれたとしても一問についてそれについてですね、えーまあ、いわゆる正解詞が含まれているものこういったものも含めてということになりますがはい、まあ、少しその辺りのところを、えー、見ておいていただければいいですね。で2番のところ相続に関する改正ということなんですね。でもちろん頻度もちろんこれは重要です。 どれだけ出ているのか過去ですね。ただそれともう一つ、えー、合格者がどのぐらい取れているのかということにも着目していただきたいんですね。でその中で特に、えー、高い正答率が出ている部分そして過去10年間に5回以上いわゆる真正面から、えー、単独もしくは正解して聞かれているものそういったものを挙げていくとまず詐欺それから錯誤そして えー、あとはですね、えー、時効なんですねでこういったところも重要になりますということなんですねで債権の消滅時効であったりですねこれも含めてっていうことになるかと思いますから債務不履行ですねはいから売り主の契約不適合責任っていうやつですねから連帯債務及び連帯保証の絶対行 この売り主ののの売主不適合責任なななどと言われるももも非常にに重要なものになります。これは去年まで2019年までははいえー、いわゆる貸し担保責任などに代表される売り主の担保責任と呼ばれたものですね。はい、で特にあとはですね賃貸借の存続期間であったり敷金それから不法行為ですね、まあ、こういったところが中心になるかと思います。 それからですね相続に関する改正相続も過去ほぼ毎年のように出てはいるんですが少し取りにくかった部分もあるんでここはまあその他のものに含めて20丸程度で考えていただければ結構かなっていうことなんですねはいで例えば代理なんかも同じくまあ改正点そう多くはないんですがまあこういったところですはいで まずはこういったところを少しチェックをなさっておかれてくださいということなんですね。はい。でこの改正なんですが、はい。ズバリこの改正について、この改正についてですが、まずですね、えー、今までと全く呼び名が変わるもの、例えば債権の消滅事項なんていうのも、はこれはこのままなんですね。 ただその「中断」っていうことなんですね。時効の中断。はい。これがですね、えー、中断と呼ばれるものが更新という言い方に変わりました。はい。それからあとは、猶予ですね。まあ、これも、えー、少しあったんですが、少しこのあたりも、えー、新しく言葉として現れたり、えー、そういったものが含まれてます。でこの更新なんですがいわゆる 今までは中断と言ってたもので中身も少し細かく、えー、分類がされることになりました。で年数が変わっていたりっていうようなことで、まあ、これがまあ改正点の主な部分ということになりますね。はい、で詐欺なんていうのも、えー、詐欺は取り消せるとということでしたただしその取り消しに対してまあえー、少しですね、えー 取り消した後もう善意の第三者が取り消し前からいた場合にははい善意無過失ですね善意無過失、まあ、こういったところも含めてということなんですが善意の第三者に対抗できないということだったのが善意無過失まで求められることになりましたまあこういった点ですね、まあ、特徴的なところはこういった点はいそれからもう一つはですね大きなまあ改正としては えーまあ、全体論としての考え方としては今言ったように善意が善意無価質になったり中断と呼んでたものが更進と変わったり、まあ、こういったところが一つそれから今までは解釈の中で、えー、考えられていたものが条文の中に入ってきたものそれから判例として出てきたものが、えー、今までは、うん、判例であったものが 条文にあて出てきたたももののこういったものですね例えば敷金なんていうのは2019年までの宅見試験では条文には特になかったことなんですねそれから意思無能力こういったたこことも同じでしたこれが考え方いわゆる簡単に言うと考え方がいわゆる条文として入ってきたということそれから今までどちらかというと宅見試験であまり出なかった部分の 解釈論であったりですね。こういった部分が、うん、条文に入ったら。やっぱり出る可能性が出てくるわけです。まあ、こういったこともちょっと頭に置いとかれてください。ですから、まず言葉が変わったり、用語が変わるという点が一点と。全く内容として。まあ、いわゆる、えー。年数が変わる。こんなこと。そして。もう一つは、今まで解釈であったり。まあ、いわゆる。えー、判例。 であったものが条文に入れば、えー、入ってくる。こういったもまあ、大きく分けてこの3つぐらいかなっていうことですね。対別すればこういったことになります。はい、よろしいでしょうかね。で、あとはですね。えー、まあ、この中で全部がもちろん出てくるわけではないですね。っていうことなんですね。はいで、まずはそういった点も含めて、これからまあご一緒に学習していきましょう。 ということなんですねで次にですね今度は、えー、4ページですね、えー、最後の4ページ見てくださいということですよねで、えー、今度はですねこういうふうになっているかと思います2020年4月1日より改正民法が施行されることに伴って宅建士試験に影響が大きいのは以下の事項と思われますまず意思表示ですよね それから消滅事項債務不履行関係特に解除のことそしてまあえー、連帯債務保証ですねからまあ契約不適合責任、まあ、先ほども少しお話したんですが貸し担保責任から契約不適合責任へそして賃貸借契約も年数がですねまあ今まで賃貸借契約、まあ、例えばですねえっ、ー、と 物、まあ、は簡単に言うと、えー、動産と不動産動産、えー、とかの部分とかであったり、まあ、土地を借りる時でも、まあ、露天の駐車場青空駐車場として借りる時の、まあ、最高年数賃貸借で考えると20年でしたこれが50年と延長されたりしてますですからこういったところも含めてもともとよく出ていて、えー、改正がまあ、えー、絡んでいるもの こういったものが影響が大きくこの辺りはしっかり時間をかけて学習していただくことになるかこういうことなんですねはいでまずはテキストレジュメについてシンプルミニマムのテキストは上記の事項を中心として全ての記載を改正法対応で制作してあります特に初心者の方でも1回の受験で大胆な省略を心がけましたまあそれ以外の箇所ですね はい、でまずは初心者の方でも1回の受験で合格しうるようにはいずれにしてもですね2020年の卓研士試験は多くの民法改正項目のうち何の項目に時間を割き改正点であっても出題されにくい項目に関しては時間をかけすぎない学習項目ですね。 はい、の取捨選択が合比を分けることになりますつまり独学では例年よりり選択が難しいといととうことになりますですのでレックをしっかり使っていただいてそこのシンプルミニマムっていうものの部分をしっかり使っていただいてですね、えー、まあそういったものもしっかり使っていただくということで、まあ、合格をしていただくということなんです。で 最後にです。シンプル＆ミニマムの週一合格講座では、まずですね、独学者でも理解しやすい言葉ね、シンプルということですね。こういったことを使って授業を進めてまいります。できるだけ法律用語、そういったものも解説をしっかりしていくね。で、本当の意味での理解を、えー、やっていくとね、ことなんです。 で例えばですね皆さんが契約をする、ね、こういう時にですねどういう考え方をされるのか、ねまあえー、例えば10億円の土地の売り買い、ね、何ヶ月かかけて慎重に調べてそしてうん契約書を作って、えー、不動産の場合は登記っていうものを移してで契約するわけですね。で100円の水を買う いわゆるミネラルウォーターを買うのとはコンビニでミネラルウォーターを買うのとは訳は違います。実際は。ただし法律上は100円のものも1億円のものも10億円のものであってもこれは売買契約としては変わりがないんですね。じゃあその売買契約がされるとどういうふうになるのかどんな結果になるのかどういうふうにすれば契約が成立するのか。はい。 もうご存知の方多いと思いますが申し込みと承諾ねこの意思表示が合致すればはい契約は成立こういったことは言葉としてては知ってられますただしこういったことが本当の意味で身についてるかどうかじゃあ申し込みっていうのは,はい売り主からう売りましょうかもしくは買ってくださいじゃあ買いますねどちらの話をするんでしょうか 例えば買い主買いたい購入見込みか購入見込みの方が買いますまあこういう場合ですよねはいこれも申し込みなんですですから話をを持ちかけることを申し込みって言います最初にアクションを起こして話を持ちかけることを申し込みと言いますで申し込みの意思表示に対して「いいです」「いいですよ」「売ってあげますよ」とかねはい。 えー、OK を出したこの OK のことを承諾と言いますよね、まあ、こういったことでしっかりですね、えー、言葉というものを、えー、日常用語と同じように考えていただけるように、まあえー、言葉をを使ってて学習をしていきますそして合格に必要な知識ですね2番目は、えー、を厳選して講義します。で実際の 取引場面にいるようなライブ感ある講義そして講義を聞いていただきながら番書を見、えー、そしてうん場合によってはその番書を写していただいてそして図や表を使ってそして問題を繰り返し学習で知識の定着を図っていく、まあ、こういったやり方で、まあえー、シンプルミニマムの講座は進んでまいります。 そして次にですね、まあ、1987年から受験指導を始めて、まあ、たくさんのですね、えー、受験生、合格者を見てきました。改めて、まあ、達研士試験の学習を考えると、どうすれば一番効率的に学習するのか。まずですね、イメージを持っていただくこと。そして理解すること。そして、解けるようにすること。もちろん問題ですね。はい。 そして、覚えること、考え方、まあ、えー、こういったことですね。考え方を身につけることに尽きると考えます。ですから、いかに言葉を自分の中でよく理解をしていただくっていうことが大事になるかと思いますね。はい、最初、なかなかちょっととっつきにくい言葉も、初学者の方には出てまいります。そういったところも必ずフォローをして、 えー、合格をしていただくそしてですね学習のスタートは早ければ早いほど合格に近づきますというのは例えばよく巷ではですねまあ、えー、宅検試験の学習時間というのは300時間と言われていますでこれは人によって300時間の方もおられれば500時間800時間という方もおられるかもしれませんまあケースバイケース まあ、例えば300時間ということでしたら例えば300時間を100キロで走れば、えー、3時間で着くわけですね車で例えれば。でも300キロを50キロのスピードで走ればスピード50キロで走れば6時間かかります。30キロで走れば、えーまあ、10時間かかる。 じゃあどれが一番安全でしょうか普通一般的な道路を走る3 0キロで走ればまず事故はないわけですよね、まあ、絶対ないとは言えませんが安全率は高いわけですです。からからスタートは速ければ速いほど安全率が高まります。そして法律、まあ、いわゆるドライブでいうと景色ですね。まあ、5 0キロぐらいで走ってるのと1 0 0キロ以上で走る。 こういったことだったらですね景色もゆっくり見てられないですよね周りに乗ってる方たちもですからとりあえずですねゆっくりと、うん、じっくりとそして内容はシンプルにそして最低限の知識で合格を目指していただくということになりますはい学習スタートは早ければ早いほど合格に近づきますよはいさあ学習を始めましょうということで 今回の、えー、唯一無二効果的合理的学習方法のま短所の部分だけ,だけですが少し、えー、説明させていただきましたそれでは今回の内容はここまでということにして終わりますはいそれではどうもお疲れ様でした